げで助かっちゃった。さてと、なんとか解析結果をリベール組やクロスベル組にも届けないとね。君のバカ、安請け合いくらいしてよ。それにこんな場所まで連れてきてギュッと抱きしめてくれて、ずるいずるいよ。Thank you.
私本気で言ってるよ。リン君、本当にありがとね。学生時代は生徒会の手伝いに内戦を一緒に駆け抜けて、第二分校に就任してからは同僚として一緒に頑張って、あんちゃんたちと同じくらい、ううん、それとは違う意味で特別な思い出をいっぱいくれたから、こんな時ではあるけどお礼が言いたくなっちゃって。また先輩に戻っちゃってるね。さっきさん付けで呼ばれてドキッとしちゃったけど。もうほんとずるいな、リン君。私の気持ちはもう知っててそういう言い方をするなんて。ちっちゃいって。ダメ、許しません。罰として身長差が生かせる意思表明を要求します。あ、逆にちょっとやりにくそうって思う。